おはようございます、えー、今日の話は対人苦の解決明るい未来へという北川八郎先生の本の中から気をつけてねな口癖の人の話です、えー、気をつけてねが口癖の人はその気をつけることをイメージするときはあなたがそのことトラブルや事故や病気が大好きで選んでいることになってしまいます気をつけることは事故やトラブルにあってねと言っているのと同じなのです 航空会社が飛行機から降りるとき皆様今日も風邪などひかないよう気をつけてお過ごしくださいというのは風をひいててお過ごしくださいいととと言っているのと同じことになりますいつもイメージしたりイメージさせたりするとそのイメージが鮮明なほどそれがやってきます。だから今日も日も一笑顔のある 楽しい一日でありますように祈りますとか今日一日が順調な日でありますようにといった笑顔ととと健康と反映をイメージででできる言葉で送り出すすことが大切です日本人は不幸にならないように失敗しないように人に迷惑をかけないようにというように生きる不安習慣を身につけていますそれでは毎日失敗しないように失敗しないように緊張して生きていかねばなりません。 人生を楽しみません。空言った通り気ぃ付けんかったから不幸がやってきただろうと言ったりしますが私にしたらあなたがそちらに水を引いたんだよということになります。毎日に口にしていること思っていることの5割以上がマイナスの感情へうまくいかないことへの心配事だとしたらその方向に自分の人生を望んでいることになります。それはあなたが、 不幸や心配や失敗が大好きだからいつもそのことを口にし持っていることになるからですもし笑顔や裕福や楽しいことが好きならば友人、家族、会社の人々、嫌いな人々にさえもですね笑顔が満ちているようにいつも思いい願祈ってください1日の5割以上をその楽しい思いで締めて少年時代のようにワクワクして人生の大部分を過ごしていけるよう良かったと感謝を口癖にしてください そして、えー、人生からできるだけ限り心配事不安マイナスのイメージ怒り事を少なくして代わりに愉快なこと楽しくなること裕福な自分優し,く思う思い優しく思いやりなる自分を思い浮かべて暮らしましょう春日大社の金剛寺岡本昭夫さんの本の書書著書の中にですね 言霊についてこんなことが書かれていますすべての言葉には魂が取っていますそれを言霊と言います言葉が大切であるのは言葉自体に素晴らしい力が秘められているからなのです不吉なことばかり言っていると実際に不吉なことが起きてしまうしめでたいことや希望、理想通り語り続けていくと不思議とそのようになりますじゃあ今日これだ